病気に苦しんだ戦国武将たちトップ5。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は病気に苦しんだ戦国武将たちトップ5について紹介していこうと思います。令和3年2021年の統計によると、日本人男性の平均寿命は 81.47 歳と世界的に見ても高齢の部類に属します。かたや400年以上前の戦国時代に目を向けてみると、武将たちの平均寿命は42歳程度でした。もちろん元服した成人に限りますから、いかに当時の武将たちが短命だったのかよくわかりますね。病気に対する有効な治療法や体制がなかった当時、やはり死因は圧倒的に病死でした。そこで今回は重い病に苦しめられた武将たちに的を絞り、その最後の様子を詳しくご紹介したいと思います。第5位、西国の大大名になるも病気で半身不随に、池田輝政、脳梗塞。信長、秀吉、家康の三英傑に仕え、国宝姫路城を築いたのが池田輝政です。彼は父常興や兄元助を同時に失うという不幸に見舞われましたが、進むべき道を見誤ることなく生き抜き、ついに52万石という大量を得ました。また極端に身長が低かったという説もありますが、加藤清正や福島正則といった豪傑ぞろいの中にあって、決して引けを取らないほど勇猛果敢だったとされています。そんな輝政は49歳の時、重い病にかかりました。当時は中風と呼ばれ、これは今でいう脳梗塞だったそうです。ちなみに現代日本人の死因で3番目に多いのが脳梗塞ですが、これは脳内にある動脈が詰まったり血行不良になることで様々な症状をきたす病気です。血が行き渡らないことで神経細胞が死滅し、運動障害や言語障害、さらに重くなると多臓器不全となり死に至るという恐ろしい病気ですね。もし現代であれば、血管を広げるステント術や血栓が起きにくくする高血小板薬の服用、あるいは外科手術によってプラークを除去することが可能ですが、当時にそんな高度な技術はありません。せいぜい漢方薬を服用して安静にするのが関の山でしょう。輝政の症状を耳にした徳川家康は、自ら開発した右菜炎という薬を調合して送っていますが、果たしてどれだけの効果があったのかは不明です。ちなみに右菜とは黒菜の角のことで、当時でも目が飛び出るほど高価なものだったでしょう。輝政が毒殺されたという説もありますが、あの家康が惜しげもなく与えたあたり、やはり輝政は信頼のおける大名だったに違いありません。そんな薬の効果があったのでしょうか、輝政は駿府や江戸へ出府できるほどの回復を見せました。しかし手足を満足に動かせない半身不随の状態だったようで、参議に任じられた後は江戸にとどまることなく播磨へ戻っています。すでに慢性的な症状となっていたためか、翌年になると脳梗塞が再発、そのまま回復することなく亡くなりました。この時に大量の血を吐いたとされますから、おそらく多臓器不全に伴う吐血だったのでしょう。脳内の血行不良によって交感神経系が刺激され、胃や十二指腸の静脈が収縮、それに伴う潰瘍が発生したものと思われます。きっと死の間際まで地獄のような苦しみを味わったに違いありません。第4位、豪病で満足に動けない体に、それでも遊戯に準じた武将、大谷義次、ハンセン病。大変人気の高い武将として知られるのが大谷義次です。豊臣政権の帰下にあって功績を挙げ、あの秀吉をして100万の大軍の指揮を任せてみたいと言わしめるほど軍略に長けていたといいます。しかし何といっても有名なエピソードといえば、石田三成との友情ストーリーでしょうか。豪病にかかった義次の茶を平気で三成が飲んでみたり、その遊戯に感じた義次が勝敗を度外視して関ヶ原では加勢するなど、
厳しく非常な時代でありながら胸を打つものがありますよね。さて、義継がかかったとされる豪病ですが、通説ではハンセン病だったとされています。前世の豪、つまり行いが悪かったから罹患する病気だとされました。そのため忌避の対象にされやすく、症状や見た目が重なることで不当な差別を受ける傾向にあったようです。茶会に義継が参加したことで、諸将が忌み嫌った話というのも当時の価値観からすれば当然だったのでしょう。ちなみに義継といえば白い頭巾をかぶっていたというイメージですよね。これは闇崩れた顔を隠すためだとされますが、実際に義継が白頭巾を用いていたという記録はありません。これは江戸時代中期になって作られた義継像に過ぎないのです。とはいえ、顔を隠すため何らかの被り物をしていた可能性も否定できません。義継がいつからハンセン病を患ったのかは不明ですが、すでに文禄3年1594年頃には重症化していたようです。直江兼続宛ての書状の中で、目が見えぬため花押ではなく印判を用いることを許してもらいたいという記述があるためですね。とはいえ、ハンセン病は非常に感染率が低く、多くの場合は自然免疫によって来菌は消滅します。しかし発症すれば治癒は難しく、感染者を徐々に緩慢に蝕んでいくのです。潜伏期間はおよそ5年と長く、20年もかけて症状が進む場合もある病気でした。おそらく義継は初期症状から重篤な病状に至るまで体の変化を感じ続けたでしょう。最初は顔や手足に発疹や斑紋が現れる程度ですが、次第に病状は顕著となり、徐々に神経・感覚障害に侵されます。毛根や汗腺が障害を受けて脱毛や発汗低下を引き起こし、結膜炎から角膜炎へ移行することで失明したのでしょう。さらに有効な治療法がない当時では、ますます病状は深刻となり、手足の変形に伴う運動障害も併発します。こうして皮膚の感覚や目の光を失い、満足に立つこともできなくなった義継ですが、それでも与えられた自らの役目を全うしました。朝鮮の役では軍艦として海を渡ったり、秀吉死後の混乱期には率先して諸大名の関係斡旋に動いています。すでに嫡男義治を後継者にしつつあった義継ですが、こういう石田三成の参陣要請を断ることができませんでした。そして戦死した唯一の大名として関ヶ原の露と消えたのです。もしかすると義継は重くなる病気を苦にし、せめて最後は武士らしく死にたいと初めから討ち死にするつもりだったのかもしれませんね。第3位、家康の息子を襲った恐怖のゴム種とは、結城秀康、梅毒。現在も罹患者が多いとされる梅毒ですが、これは日本固有の病気ではありません。日本へ南蛮人が渡来するようになってから持ち込まれたものです。元来はアメリカ大陸が起源だとされ、1497年にバスコ・ダガマが新大陸を発見する過程でヨーロッパへ持ち込まれました。やがてインドから中国大陸、あるいは琉球経由で日本へ伝わってきたといいます。この梅毒に罹患した武将は非常にたくさんいて、あの黒田官兵衛や加藤清正、豊臣秀吉たちも苦しめられたとか。しかし、なんといっても梅毒にかかったといえば徳川家康の次男結城秀康が有名でしょう。父に冷遇されながらも性格は豪気で知られ、やがて秀吉の養子から結城氏の跡取りとされ、関ヶ原の戦い後には越前67万石の大主となりました。ところが秀康は34歳の若さで亡くなり、その死因こそ梅毒だったとされています。秀康がいつ罹患したのか定かではありませんが、梅毒の末期にあたる第4期が10年以上経過していることを考えると、すでに結城家の養子に入った時から梅毒だった可能性は高いでしょう。ちなみに梅毒の初期症状は硬いしこりができる程度ですが、これが第2期になると多くの症状が全身に現れます。発熱や倦怠感、
頭痛やリンパ腺の腫れ、喉の痛み、筋肉痛といった症状が顕著となりますが、一時的に症状が治まることで治癒したものと勘違いするケースが多いのです。しかし病原菌である梅毒トレポネーマは体の中に潜伏したままであり、次の第3期になると重篤な症状を引き起こします。これがいわゆるゴム腫と呼ばれる腫瘍で、これは体組織を破壊し、柔らかい軟骨や尾骨は特に壊れやすいようです。秀康もまた鼻が欠けたとされており、日常的につけ鼻を用いるようになったのだとか。ある日家康の招きに応じて秀康が訪れた際、家康は家臣から秀康様は欠けた鼻の代わりにつけ鼻をつけていると聞きました。するとたちまち不機嫌になり、病気は自然のものであり決して恥ずべきことではない、表面だけ取り繕うのは庶民のやることであって武士のすることではないと秀康を追い返してしまったそうです。さてペニシリン系の抗菌薬がない当時では有効な治療法など存在しません。秀康の病状はさらに進行し、いよいよ手がつけられなくなってきます。そして末期にあたる第4期が訪れました。これが神経梅毒と呼ばれるもので、大脳や小脳、脳幹、脊髄が侵されるのです。絶え間ない頭痛や発音の不明瞭に加え、記憶障害や思考力の低下、妄想などの症状も進みます。ここまで進行するともはや日常生活は送れなくなり、中枢神経が麻痺することで臓器の正常な活動が阻害されることでしょう。体の機能はすっかり衰え、おそらく介助がなければ食事も排泄もできません。目から光が失われ、あれだけ豪気だった秀康の面影は見る影もなくなります。秀康は意識が混濁したまま緩慢な死の恐怖に直面したことでしょう。第2位、死に至るまで苦しみ抜いた共有の最後とは、浮田直家大腸がん。戦国の共有として歴史にその名を轟かせた浮田直家ですが、その悪辣ぶりは話半分だったとしても相当なもの。並み居るライバルを謀略によって滅ぼし、下克上を起こして主家の浦上氏を追放、ついに備前を手に入れました。織田信長並びに羽柴秀吉に従ったことで生き残りに成功しますが、そんな彼を待っていたのが重い病気だったのです。その症状について備前軍記から引用してみましょう。直家の腫れ物は尻はすというものにて脳血いずることをおびただし、これを浸し取り衣類を城下の川へ流しすつるを川下の学ヶ瀬にて小敷どもたびたび拾いけるに、2月中旬よりこの汚れたる衣類流れざるより直家早死去ありしということを推量して、皆これを沙汰しけるとぞ。どうやら直家の病気は尻はすというもので、肛門から大量に出血したことが読み取れます。血で汚れた衣類を川へ捨てていたことで、たびたびホームレスが拾っていたと書かれていますね。ところが2月半ばから衣類が流れてこなくなったことで、いよいよ直家が亡くなったと皆が噂したとあります。こうした症状から考えられるのは大腸がん、もしくは臀部周辺にできた皮膚がんではないでしょうか。もし直家の死因が大腸がんだとすると、おそらく死に至るまで相当苦しんだものと推察されます。まず大腸がんの場合、初期症状はさほどありません。それがゆえに発見が遅れやすいのですが、徐々に血便や腹痛、便秘や下痢といった症状が顕著になってきます。当時の医療技術ではその時点でもう手遅れでしょう。大腸がんの浸潤が進んで末期になると、がん細胞が腸管を突き破って苦痛とともに大量の出血を起こします。また衣類を捨てなければならないほど出血した直家は、おそらく極度の貧血にも襲われていたはずです。しかしまだ死ぬことはできません。がん細胞が腸管を突き破ると、がん細胞は腹腔内へ大量にばらまかれます。やがて腹膜へ転移して腹膜播種という状態になり、さまざまな症状を引き起こします。さらにがんの進行が進んでいくと、ついにがん組織は大腸を塞いでしまいます。
そうなると排泄物を体外へ出すこともできなくなり、凄まじい腹痛が直家を襲ったことでしょう。こうして死の直前まで苦しみを味わうこととなった直家ですが、それも全ては行ってきた悪事が自分に返ってきただけのこと。やはり因果応報だったと言えるのかもしれません。第1位、自ら腫瘍を取り出して見せた最後の執念とは、丹羽長秀、胃がん。がんは決して現代病ではなく、戦国武将の多くが苦しめられた病魔でした。ちなみに男性がかかるがんのうち2番目に多いのが胃がんなのだそうです。さて、織田信長の重臣として活躍し、豊臣秀吉の天下取りに貢献したとされる丹羽長秀もまた最後まで胃がんに苦しめられた一人でした。現在でもがんを治療するのは困難ですから、回復手術もできず抗がん剤すらない当時では、ただ死を待つ以外にありません。胃がんの症状は胃の痛みだけでなく、不快感や胸焼け、吐き気、食欲不振などが代表例ですが、末期になると体重が著しく低下し、吐血や下血が止まらなくなります。また肺や肝臓、脳など多くの臓器にがん細胞が転移して、それぞれに特有の症状を引き起こすのです。最も転移が起こりやすい肝臓では、我慢できないほどの激痛や強い倦怠感、黄疸などが生じるとされています。長秀は体調の悪化に悩まされながら秀吉を支え、123万石の大名として出世を果たしました。ところが長秀はこの頃から秀吉の呼び出しに応じず、居城に引きこもってしまいました。がんの進行による病状の悪化もさることながら、おそらく秀吉に味方したことを後悔する思いがあったのでしょう。織田家を守るためとはいえ、実際蓋を開けてみれば、秀吉はすっかり天下人気取りです。今更形勢を覆すことなどできません。そんな長秀は自らの死期を悟るとともに、胃がんの苦しみから逃れようとしたのでしょう。そして最大限の当てつけを秀吉に見せつけるのです。苦しみに耐えかねた長秀は切腹するとともに、胃の中へ手を突っ込んで腫瘍を取り出し、それをわざわざ秀吉のもとへ送りつけました。また一説には腫瘍ではなく尺寿という腹の虫だったとされています。腫瘍とはつまり長秀が持つ後悔の思いであり、醜い腫瘍を秀吉に見せることで精一杯の抵抗を示したかったのでしょう。その後、長秀の嫡男長重が後を継ぐのですが、彼は秀吉に冷遇されて数万石の大名に転落してしまいました。もしかすると長秀の当てつけを感じた秀吉が報復の意味を込めて過酷な措置に踏み切ったのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。